にちは、平井弘明です。今日はですね、スティンガーについて解説していきたいと思います。コースでですね、林の中からグリーンを狙ったりとかですね、木の下を通してですね打ってグリーンを捉えたいとかですね、そういった時によくタイガーウッズなんかが低い地面スレスレを飛んでく球をですね打ってると思うんですけども、あれがなんか皆さんスティンガーと呼んで打ったりとか、練習場でこう練習したりとかしてるのを見るんで、そのショットについて解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。今回はですね、そのスティンガーのポイント3つを一つ一つ解説していきたいと思います。最初にボールの位置ですね、ボールの位置を詳しく解説していきたいと思います。ボールの位置なんですが、ボールの位置は右のかかとの内側ボール2個ぐらいの位置にボールを置いていただいて、左サイドの抜けを良くするのでオープンスタンスにします。これがまず1つ目のポイントですね。ポイント2つ目、このアドレスを取ったら重心を左7、これぐらいにします。そうするとフェースがほぼ地面と垂直ぐらいになると思うんです。このアドレスをするのがまず低い球を打つ時のポイント。フェースはもちろんターゲットを向きます。でこれがポイント2つ目ですね。で3つ目にクラブの入射角、これをですね地面と水平ではなくてこう鋭角に入れていくというのが3つ目のポイントで、その3つ目のポイントプラスこの入射角に沿ってこのままの角度をキープしたままフォロースルーを出す、この3つがスティンガーを打つポイントになります。フォロースルーでクラブをリリースしてしまうと球は浮いちゃいますので、クラブをリリースしない、ホールドしたまんまキープしてフォロースルーを取っていく感じです。で右手のひらだけで動きを作ったら、右手のひらがスイング中上を向くことがスティンガーの場合は一回もないです。ずっと下を向いてフォロースルーでターゲットの方にひらを刺すようなイメージ、まあ、とりあえずちょっと一回打ってみます。ボールの位置、オープンスタンス、重心が左7で、打つときに入射角をキープしたままフォローする。あんな感じですかね。イメージはその僕としてはピンと同じぐらいの高さに飛んでってもらいたいっていうイメージ。もう一球打ってみます。あれめちゃくちゃいいですね。今ぐらいのピンのフラッグぐらいの高さに飛んでく球が打てると、風の日とかですね木の下を抜いていきたい時なんかにすごく有効に使えますので、ぜひぜひその3つのポイントを意識してスティンガーを打っていただきたい。もうこれすごく使えると思います。あとはですね、スティンガープラス球を曲げる、低くフックボールをちょっと打ってみたいと思います。次にさっきとは逆でスライス系のスティンガーを打ってみたいと思います。これいいですね。あんな感じの低いスティンガーというか、まあ低いスライスですよね。もう一球打ちますね。これもいいですね。
で、あんな感じでその林の中からでもグリーンを狙っていけるようなショットっていうのが低く打つことによって狙えてくる。なのであのスコアを縮められるチャンスにもなりますので、ぜひ練習場で練習してみてください。では今回スティンガーについて動画を撮ってきました。最後までご視聴ありがとうございます。